練習しかないですね。練習します。はい、おはようございます。セノンです。今日もやっていきたいと思います。ゴールデンウィークももう後半、もう真ん中、皆様楽しく過ごしてますでしょうか。我が家は相変わらず何もしてません。はい、今日は、今までずっと2親の練習を前回しててちょっと疲れたので、今日は久々に毛糸で、毛糸といってもこれアクリル 100% の糸なので、なんだエコたわしをちょっと作っていこうかなと思います。たまにはねっていう感じですね。ちょっとこう難しいのやったら簡単なのやって、難しいのやったら簡単なのやってっていう風にやっていきたいと思います。使い毛糸はこの2色で、普通に細編みとか長編みとかで編んでもいいんですけれど、今日はババリアンクロシェ、あとねバイエルンクロシェともいう、なんか呼び名が何個かあるらしいんですけど、その編み方で作っていきたいと思います。じゃあ早速始めましょう。まずは、輪から始めるというか、真ん中から大きくしていくタイプです。で一番最初、どうすんだっけ、あ、そうだ、はい、細編みを1つ編んで、でこっから3かな、長々編みのを4つかな、長々編みを4つの玉編み、今回やっぱ毛糸が太いので、かぎ針編み7号で編んでます。あともう1つで、結構まとめて引き抜く作業が多いので、もっとここの長さが長い針を使った方が編みやすいかなと思います。でここから1、2、3カラスがめっちゃ鳴いてる。どうしたんでしょう、聞こえるかな。はい、1、2、3でこれを、全部で4つ作っていきます。もうね、こう毛糸の太い糸と太い針になると喋る余裕が出てきます。何喋ろっかな。あ、そうそう、今日まあ15分いつも15分目標に編んでるんですけど、多分今日のこのクロッシェも全部できないと思うんですよ。なので今日前半と考えていただければ、途中までしかできないんじゃないかな。ただいつもよりは2親よりは進みは早いと思います。いや、昨日まで大変、やっぱ慣れてないと大変ですね。大変だけど攻略する楽しみっていうのもあるんですけど、よいしょ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 、早い早い。これなんかこのクロシェ真ん中、私今輪から始める編みかじめしてますけど、鎖編みで輪を作って始める方法もあるみたい。てかそっちが本当かもしれないです。よいしょ、あれどこまでやったっけ、よいしょ、ここ
これいってるじゃん。いいのかな、これで、はい、こう来て、で、引き締めます。よいしょ、はい、はい、引き締めました。こんな感じで長々編みの、4つの玉編みが真ん中に中心になります。でですよ、でここからね、確かここじゃん、あれ違う、こうきてこの細編みで引き抜き編みをして、うん、はい、で終了して、でまたここから鎖編み一つの立ち上げて細編み一つして、でここから鎖編み二つして、ここですね、こっちに長編みをここに、この玉編みのすぐ横の針のとこに、まず長々編みをこう4回かな、長々編みを4回、これは玉編みじゃなくて本当の長々編みを4つ入れていきます。で鎖編み1つで、また同じところに長編み、長々編みか、長な、ういーよいしょ、同じところに長々編みをもう4つ入れていきます。いや、この間知ったんですけど、英語で、かぎ針編みのことはクロシェで、なんだっけ、棒針編みのことはなんだっけ、もう忘れてる、ニット違う、なんだっけ、ニードルだ。かぎ針編みはクロシェだけど、棒針編みはニードル。なんかニードルって針って意味だから、かぎ針かと思っちゃったけど違う。どんだけ私が英語できないかっていうのが分かりいただけただろうか。できないんだ。で、鎖編み2つして、ここの細編みのとこにまた細編み入れて、でこっちもまた鎖編み2つで立ち上がって、この玉編みのこの横の鎖編みの頭をニャフに、よいしょ、長々編みを入れていく。この長々編みを4つ入っている部分を3つ作る。で最初のところに戻して、はい、こういう感じになりました。でここで一旦切って、よいしょ、で次の色、白でいきましょう。白で始めます。でここに、はい、立ち上げて細編みを一つ入れます、はい、で
鎖編みを3目編みまして、でここの4つのこうのところに長々編みを編んでいくんですけど、これを引き抜き編みしていきます。後ろからだな、前からじゃなくて後ろからの引き抜き編みだな。よいしょ、玉編みというか全部途中までにして、こんな感じで、でこれを一気にギュッ持ってきて一目編んで安定させます。はい、こんだけ こんだけを一気に引き抜いて一目編んで安定させる、こんな感じですね。要するにこの長々編みを4本ずつ3ブロックに、1枚のこう葉っぱみたい、花びらみたいな葉っぱみたいなところ3ブロックに分かれてるんですけど、そのうちのだから1つのブロックを拾って細編みして、次はこの2つのブロックを拾って細編みして、1つのブロック拾って細編みして、2つのブロック拾って細編みしてっていう風にすると、四角く編んでいけるようになります。はい、じゃあ8本できたので、これを一気に引き抜いて、でまたよっ、なんかすっごい間違えてる気がする。え、なんで2つ多いんだ、意味がわからんけどなかったことにしようかな。よいしょ、今日はこれくらいかな。とりあえずこうやると、ここは見ないで具体的に編み目、頭の編み目が浮かんでくるような感じになります。うん、今日はこれぐらいかな、もう時間的にこれぐらいですよね。はい、じゃあまたこれ明日続きやって、アクリルたわしぐらいの大きさだから、もう2段ぐらい大きくなればいいかなと思います。はい、こんな感じで私のゴールデンウィークは過ぎていきます。皆様は良いゴールデンウィークをお過ごしください。それじゃあね、じゃあ。